ーの豚肉が10倍美味しくなる焼き方、常温に戻してください。しっとりしてますね。脂身はカリッとして美味しいです。本当にうまい。どうも、チラシ割烹重吉の料理長斉藤です。スーパーの豚肉が10倍美味しくなる焼き方、板前歴20年の私が教えるポークステーキのレシピをご紹介します。最後まで見てください。では材料説明していきます。豚ロースですね、130から 140g ぐらいの2枚、めんつゆが 40g、 砂糖 30g で、塩が1つまみ2つまみ、下味の時ですね。でごまが お好みで、あと小麦粉が 15g 程度、大さじ1杯ぐらいで、ニンニクチューブと生姜チューブ、こちらは2センチずつぐらい。では肉の筋切り処理からしていきますね。肉と脂身の間の筋があって曲がってしまうんで、柔らかくするために切ります。あと、豚肉は常温に戻してください。理由はですね、うまく焼けます。焼き上がりが綺麗になりますので。反対、で、塩をします。塩をして、ペペペペペペとなじませます。反対、では、小麦粉をまぶしていきます。ちょっとこれはコーティングと焼き目が綺麗になるように、まんべんなく薄くですね、叩きながら。脂身のところもタレを合わせます。まずめんつゆですね、砂糖、にんにく、お好きな方は要件目で、1cm、2cm ぐらい、生姜も同じぐらいですね、2cm ぐらいですね。はい、合わせます。焼いていきます。油はですね、中火にしてもらって、火は中火にしてもらって、油はちょっと底が隠れるぐらいひたひたで入れてください。で、油身の方から焼いていきます。重ねまして、だけどしないように、こんな感じですかね。裏面がいい色になるまで、これぐらいでいい色になってきたので、一旦裏返して、こちらが白くなるまで、これでもう揚げてください。いっぱい臭みとか出てるんで、油を全部一回捨てます。中火のまま戻します。中火のまま戻します。ポッポッポッ、はい、じゃあこれぐらい焼き目ついたら、休ませます。余熱で、あとは火を入れます。で、余熱している間に、ソースを作ります。この油のまま、入れます。残った油のまま中火ぐらいにしてもらって良いんですけど、砂糖が残るんで、うまいと溶かしてください。はい、ちょっととろみがついたらもう、はい、OK です。はい、では切っていきます。切りますよ。しっとりしてますね。余熱やったことでちょっと柔らかいですね。火はあれぐらいの入れすぎない程度で焼けちゃいます。じゃあ盛ります。いきますね。あ、まだまだ、あ、はい、板前のポークステーキ完成です。はい、では早速食べてみます。いきます。うん、中までしっとりして美味しいです。タレも非常に辛でうまいですね。ご飯に合いそうです。ダイエット中だけどご飯に合いそうです。しっとり柔らかいですね。余熱でちゃんと入ってますんで、
っぱ生姜と醤油のタレっていうのは鉄板です。脂身がカリッとして美味しいです。本当にうまい。今日も最後まで見ていただきありがとうございました。シギヨシでは北海道から沖縄まで全国400店舗を連携しまして、お客様に晴れの日の特別な体験としてお料理をご提供させていただいております。他のお弁当屋さんとは違います。懐石を器でご家庭までお届けしておりますので、ぜひその特別な、体験をしていただければと思います。気になる方は概要欄からお問い合わせください。お願いいたします。チャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いします。ありがとうございました。